どうもラオチンです。本日も戦国無双5やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日は2頭のユニーク装備を取りに行こうと思います。2頭を使うのは家康そして鹿之助、2人ともかなり使うキャラなので期待できるね。行きましょう。それではユニーク装備の入手方法です。ユニーク装備は特定のキャラクターで特定のステージをクリアすること、さらに難易度は難しいもしくは地獄難易度、これで S ランクを取るとゲットできます。まず2頭のステージ1つ目、ここだね、無限編の光月城決戦、ここを鹿之助を使ってクリアです。これはね、事前にクリアしておきました。そしてもう一つは第5章信長編の信康事件、ここだね、ここを徳川家康を使ってクリアとなっております。今日はここだね、難易度は難しいでいってみましょう。ちなみに使用するキャラクターはメインでもパートナーでもどっちでも OK です。いきます。それでは行きましょう。2頭はね、ほんと強いんで、欲しいとこだったのよ。でもね、やっぱ前はね、入手方法がほんとわからなかったから、これね、入手方法がようやくわかってきてよかったね。これ自分では絶対無理だったかなと思います。なんとなくやってたからね。なんとなく、クリアを S ランクで地獄級をねクリアしていけば出るかなと思ったのよ。じゃなくてやっぱりね、キャラとステージをね選んでいかなきゃいけないっていうので、なるほどなっていうところだったな。なんとなくもうどこでもやってたもん。無双演武じゃなくて堅牢演武でやってたもんな。あれは出ないわ。コメントでもあったもんね、どうしても入手できないって。そりゃそうだよね。ちゃんとしたところでやってないからそりゃ出ませんわ。よし、開門。よし、でもやっぱほんと信長はね、信長じゃない、家康はね超便利。これをね使ってると他がなんか面倒くさく感じちゃうもんね。あっちか。それぐらい楽。こういう感じで、神速をバーって打って、で通常攻撃をして、で、チャージ攻撃に持っていくと。だいたいチャージ攻撃ってこう、自分の心の中でね、数えながらさ、やってるじゃない。1、2、3、4、5、6ってこう、数えながらやるけど、こいつはね、別に数えなくていいもんね。適当にボタンを押していけば、繋がっていけるんで、これは超楽。ここはこのラインはちょっと良くないぞ。ちょっとここで、ダメか、雑魚がいない。使う場所ちょっと間違えたかな。レベルがねまだ全然上がってないやつとかがいるんで、レベル上げをねしていきたかったんだけど、まあ仕方ねえか。いいや、こういうねこうガードのやつがいるとすっごいやりにくいんだよね。あ、いた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 。特に俺槍が嫌い。あれでこう道を阻まれたらマジでやりにくいよね。あれ嫌いだわ。いやいや、突破する方法はね分かってんのよ。戦技使っていけば全然いけるんだろうけど、こうね神速でガシガシてる時に急にあいつが現れたりするんで、めんどくさいわ。よし、じゃあもうちょっとスピード上げてやっていこうか。よし、終わったかな。これで終わりだな。 OK、 殲滅し、おい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 、盾が鬱陶しい。もう逃がすな逃がすな。いけ、来た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 。いい感じに回り込んどったね。ナイス。他にいないよね。他に
いないね。多分撃破数も大丈夫なはず。多分いけると思う。あ、いや、まだ出る？まだか。あ、終わりじゃない。まだ出るんだ。あ、背中。ああ、出てきた。なるほどね。今からもう少しあるのか。意外と長いな、ここ。よし、遠くの方に現れた武将も3体倒した。これで武将撃破数も S ランクにいってるでしょう。いっとけ、いくぞ。これで終わりでしょ。さあ、私の未熟が招いたこと、どうだ。オール S ランク取れただろうか。あ、え、まだまだまだなの。あー、やっぱりセナだったか。セナが才能やつね。おしまいだ。どうだ、 S ランク。おー、素晴らしいね。全部クリアできた。あー、クリア時間が A だ。クリア時間 A だ。あのね、一個でもね、A があったりすると、ダメなんだよな。クリア時間か。さあ、今回はどうだ？ミッションは全部いってる。よし！よし！クリア時間多分10分以内とかじゃないの、これ。ギリギリだったかもしんないね。でもこれで、ようやくゲットでしょう。来た。あの金色のやつが正解です。ゲットしました。ではちょっと見てみようか。攻撃6、速度7、微妙じゃない？ちょっと待って、攻撃力がガタ落ちする。こっちの方が全然強いぞ。全然強い。これユニーク装備が最強じゃないのかもしれないね。いやいや、攻撃力がもうステータスを見た感じで全然下がるのよ。うん。まあ、攻撃力が46と、2等でちょっと低めだからね。でも攻撃レベル6って、これがね、スキルをレベル上げできればいいんだけど、上げれないのよね。もうこれ固定だから、微妙。まあまあ、でもまあ一応、持っときましょうか。全キャラね、ゲットするように行きましょう。はい、ということで、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。